今日の海外の音楽の時間は、昨年のベルリン芸術週間の日本特集の録音テープをお送りしておりますが、昨年9月11日、フィルハーモニーホールで行われましたオーケストラのコンサートは、今回の日本特集のハイライトと言って、良いコンサートでした。作曲家の石井真紀、彼は今回の日本特集の日本側の企画者としても活躍しましたが、その石井真紀があのフィルハーモニーホールの指揮台に颯爽と立ちまして、ベルリン交響楽団オンデコザ、そして吉原すみれとともに竹光徹のカシオペアと自分の作品を演奏したわけです。でほぼ満員に近い聴衆はアンコールを要求して、深夜過ぎまでホールを立ち去らずにホールに残って、ホールの関係者を慌てさせるという、そういう一幕もありました。もちろんどの新聞の批評もほぼ絶賛に近いものです。それでは早速お聞きいただきたいと思いますが、まず最初にお聞きいただきますのは竹光徹の打楽器ソロとオーケストラのためのカシオペアであります。打楽器奏者の吉原すみれは例によってステージに小走りに走りながら登場して、上に着ていた洋服をさっとオーケストラに向かって投げかけ、オーケストラのメンバーと聴衆の